どうも、花車勇です。今回の動画はですね、先日高校生のインターハイが開催されたんですけど、そちらでなんと母校の宮崎第一高校が男子団体組手で日本一になることができました。今回はまあオンラインになるんですけど、その宮崎第一高校の現監督に一緒に出演してもらって、宮一の強さ、勝った秘訣などを聞いていけたらと思います。じゃあですね、早速宮崎第一高校の監督に来てもらいましょう。宮崎第一高校の監督はこの方です。どうぞ。どうも、花車大平です。よろしくお願いしますよろしくお願いします。僕の弟なんですよ。2個下の弟が、現監督として、母校の宮崎第一高校を引っ張っておりまして、見事インターハイで優勝されたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいね、本当にね。ありがとうございます。宮市に注目が集まってる今の瞬間に、なんで宮市は今年こんな男子優勝できて強かったのかっていうのを聞けていけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。もう速攻聞くことになるんやけど、優勝した一番の勝因って何なの？まあ一番の要因はくじ運がすごいよかったなるほどね。野球大事よ、それもね。自分の番号を引いて野球の抽選会みたいな感じの雰囲気で今回新しくやったっちゃけど、それがもうすごいいいとこに入って、うん、っていうのが、まあ、まず一番の優勝したきっかけにはなったのかなとは思います、はい、なるほど。まあ、それだけで優勝はできんと思うから、まあ、ちょっとインターハイ前に遡っていきたいと思うんだけど、直前にやった練習ってなんかある？直前に強化した練習。全九州大会が大分であったんやけど、その大分での大会で決勝で東福岡高校に負けて、敗因としてはとにかくこう後ろ向きな空手をしてしまったっていうところが、まあ敗因として出てしまったところと、後ろ向きな空手をやっている時にどんな技が一番出るのかって考えた時に、やっぱり五の線が多い。5の線が多くなると今のルールは10センチやから、先に攻めた方をポイントが取りやすくなってしまうから、どうしても守っている感じはないけど、うん、守っている感じになってしまって向こうに旗が上がりやすくなってしまうっていうのが反省点で出たために、根本的に一番最初にこれは練習せないかんって思ったのがカウンター練習。あー、カウンターなんやね。中段カウンターと出鼻上段カウンターの練習だけをとにかくとことんやって、下がらない組手っていうのを特に意識してやったね、なるほど。それが結構インターハイではバチッとハマったっていうか出てた。そうやね。今回の試合は特にみんな前でこう勝負して、もうどんどんこうポイントをたくさん取るっていう組手をやってたんで、まあ、全九州大会を見たときに、やっぱ全九州大会は本当少ない点数で立ち上がっていったのを見たら、まあ、今回はすごい多くの点数を取っていたのを見ると、やっぱその練習も生きたのかなとは思います。なるほど、いいね。前で戦うって、明豊の今のルールでってなると、特に大事ね。特に大事やね。明豊プラス、明豊かぶるから、もうめちゃくちゃやっぱ先に出した方に上がる、だからもう俺もそうやけど、反省でミニコクネスとか上げてるけど、やっぱ攻めとか出花練習せんといかんね。もう本当明豊になると明豊の、幅プラス10センチやから、まあ正直13センチぐらいは、幅が結構広くなるから、そう考えたら五の線でさばくっていうリスクよりかは前で反応するリスクの方が多分少ないと思うし、どうしてもやっぱ先制攻撃が大事になってくるから、このルールでは。そうやね。前に圧をかけているのと、後ろに下がりながら先制攻撃と、前に圧をかけてながらの先制攻撃になると、やっぱ前に圧をかけながらの先制攻撃の方がスピードが乗るし、体重も乗るし、決まったように見えるっていうところの利点があるから、前で戦うっていうのはすごいいいと思う。確かに、ありがとうございます。あとね、すごいね、ありがたいことに優勝した後にさ、俺にもめっちゃ連絡来たん、いろんな人から。マジで冗談なしで 4,50 人来たんじゃないか。
おめでとうございますって、全然俺指導に関わってないけどさ、おめでとうございますってめっちゃ来て、でそこですごい多かったのが蹴り、あ蹴りめちゃくちゃうまいですねってめっちゃ言ってたん、うん、蹴りってなんか特別変わった練習とかしてんの？それが蹴りは、うん、もうほぼ練習してなくて、あそうなんや、そう、もう蹴りはとことん練習してなくて、とにかくカウンターの練習ばっかりしよったから、もともとそれはもう3年生は特に蹴りがうまくて、うんうんうん、でも結局試合で蹴りが入らんかったっちゃ、ああずっとそう蹴りがうまかったっちゃけど蹴りが入らなかったっていうことは、もともといい蹴りを持ってたけど、うん、蹴りを決めれるような組手スタイルができてなくて、なるほど、だから今回、まあ、さっきも言ったように前で勝負したっていうのが生きて、逆に相手が浮いてくれたところに蹴りがうまく入ったんじゃないかなっていうふうに、まあ、分析はしたけど、まあ、それはまだ監督2年目の花車先生では分からん。それじゃダメ。それが蹴りの練習、蹴りの練習は特別はやってない。なるほどね。じゃあ前で反応する練習をしてた分、なんか重心が前に乗ってたから引き込みやすくなったとか、そういうの下がり下がりより、うんうん、だからもう根本的に蹴りがうまいっていうのは分かっちゃったけど、うん、蹴り中心の組手になってしまうと相手がやっぱり注意を知らして蹴りが入らなくなるから、うん、そうそう注意を知らしてね、蹴り入らん、躊躇か、躊躇して蹴りが入らなくなるから、今回の YouTube に上げてくれた決勝戦とか見ても分かるように、蹴りをたくさん蹴って蹴り取ってるわけじゃなくて、うん、ちょこちょこ出した蹴りが入っちゃうから、そうやね、蹴り蹴りっていう組手じゃなくて最後の最後に突き槍の蹴りだからこそ今回はうまく蹴りがどんどん入ったんじゃないか。もう本当それは大戦からずっと蹴りがどんどん入って、蹴りが入るっていう意識が生徒に入ったからこそ、まあ蹴りが出たのもあるんじゃないかなとは思います。いいね。全てが噛み合った感じやね。うん、でね、2番目に多かったコメント何やと思う？ 2 番目。ああ2番目何や ?VR 感上手です。VR は自分の話になるっちゃけど、ああ VR 初めてしたのが全国選抜の女子の個人組手の女子、ああはいはいはい見に行った、橋口ひまりっていう子が決勝まで上がって初めて VR をしたっちゃけど、うん、もうその時にすごいいい蹴りが入ってたのに、ああ VR を上げきれんで、ああそれ上げとったらその子はもう全国チャンピオンになっちゃったぐらい、ああやったっちゃけど結局そこで上げきれんかった自分がずっと悔しくて、うん、もうだから生徒たちと決勝に行く前にこうみんなでこう輪を組んでこう肩組んで最後一言気合を入れないかんっていう時に、うん、向こうはもう高松中央高校の崎山先生やから、うん、日本代表のコーチやっちゃったら、うん、VR 慣れしちゃうわけやかい、めっちゃうまいと思うよ、そうそうそう、だからもう生徒に俺も VR で負けん崎山先生に負けんから、うん、お前たちも高中に勝つんやっていう話をして、うん、だからもう迷ったらあげようと思って、もう迷ったらあげよう、だから今回はもう VR をとにかくもうあげまくったっていう感じね。はもちろん自分がこう日本代表におった時に、うん、アジア大会とかVR とかを、コーチとかにしてもらった経験があったから VR の大事さってめちゃめちゃやっぱ俺自身選手として感じちゃったから、うんうん、例えば VR で DS になった時の心理状態と VR で脳になった時の心理状態って全然やっぱ違う、ああなるほどね、そうそうそう、 VR ってのはもう選手と一緒に戦ってるっていうイメージで、逆に試合前は俺が一番緊張してたんじゃないかっていうぐらいVR で、そうそうそう。俺がもう一番ガチガチ緊張して、もうちょったぐらいもう本当に命をかけてやったね。まあそれがまあうまく当てはまったっていうのもあったっちゃけど。いや正直決勝とか VR のこの精度がなかったら負けたんじゃないかって思うような試合もあったやん。ああ、確かに、ね。蹴りが綺麗にさ、VR でバーンって入ったりとかさ。うん。時報の子とかだって3点、4点、5点ぐらい VR で入ったんじゃない？そうやね。蹴りと。月も2点ぐらい入ったよね。5点ぐらいはね、うん、5点ぐらいは VR やったね。そうだ、そこも VR がなかったら点数になってないやつやからさ、うん、
それすげえなーと思って見てたわ。であとその VR のこといろんな人にこれからインタビューとかでも取材とかでも言われるやろうから、うん、兄に習いましたって言ってほしいなと思ってたわいやいやいや、兄にはもう VR 以上のことを教えてもらうしかない俺もね、神奈川県のさ法政第二高等学校の、まあ、外部コーチとして週1やけど指導してて思うんやけど、うん、やっぱ高校生ってテクニックとかを教えるのってさ知識があるから割とスッて入っていくやん、うん、高校生になると自分が成功したっていうプライドとか経験値があるからさ、うん、そのスッて入れる人もおれば一回拒絶するような人もってなかなかそこ難しいなと思うよね。たい平がその高校生を指導するにあたって、うん、心がけてることとかがあれば教えてほしい。一番は強制はしない、うん、これは自分の中で一番心がけちゃうことで、空手テクニックの面もそうやっちゃけど、例えば人間的に大事なことはこういうことやぞっていうことを教えることも、うん、もちろん今俺が言ってることがお前にとって正しいと思わんければ別にせんでいいぞとは言う、強制はしないっていうところが一番のまあ自分のこう指導の中での軸になってるもので、だからこそ中段カウンターや出鼻を中心とした練習をさせたけど、でもそれを必ずやるっていうわけじゃなくて、自分はゴノセンが一番得意やって思うやつは別にゴノセンの練習もしていいけど、九州大会の反省点としてはこういうものが出たからっていうことで一つの知識として練習に取り組んでやってみろっていうふうには言うようにしちゃうから、例えば今回の試合でもそうやっちゃけど、第一高校として第一高校はこういう組み手をするっていうふうにはならないと、各それぞれのそう得意なところを伸ばしながらっていうふうに、まあ、指導はするようにしちょるし、何を指導したって、全然入っていかんやつは全然入っていかんかいな。そういうやつはもうとにかく褒める、もうお前はここがいい、もうこっちから何も言わない、っていうふうにして、まあ、各それぞれ個別に合わせた、まあ、指導を、まあ、まだ全然キャリアもスキルもないけど自分の中の感触の中でやけど、まあ、そういうふうに自分の中では心がけてはいる。なるほどね、いやーすげえ大事やね、その強制線って。俺もねめっちゃ大事やと思う、なんか強制してさ、まあ、もちろんそれが伸びる子もおると思う、これ強制したらガッて上がる子もおると思うけど、それってやってみなんとわからんやん、それでもしかしたらめちゃめちゃ組手スタイルに合ってないことを教えてしまったりとか、この子の性格に合わないことを教えてしまったりとかってして、空手がめちゃくちゃ強くなって空手の特待とか推薦だけで受験専用な子もさ中にはいるわけやん、そういう風になれるようなそなれるような力を秘めてた子を潰してしまったりとかっていうのは強制するっていう面では怖いよね、本当にね。本人に選択させて、本人の、まあ、そのこれを選択したから自分で反省するとか、これを選択したからうまくいったっていう経験は絶対ね、まあ、俺は小学生メインで教えることが多いけど、でも小学生のうちから考えさせるとかっていうのは意識しちゃったね。だそういう意味では結構近いかもしれない。あとね、一個聞きたかったのが、宮市の印象っていうのもさ、その保護者目線とか先生目線で結構聞くことあるよね、やっぱり宮市は今までの印象としては古いっていうか、練習量の気持ちで勝つ組手みたいな、っていうのがやっぱ印象として残ってるみたいなね、でまあ俺はその太平が監督に今入ってるから、まあ、そういうのも監督が変わったきっかけとかそのタイミングでちょっとずつその変わってきてる部分はすごい多いかなと思うんやけど、図志監督が監督として立ってた時の宮市と今、花車太平監督がトップとして立ってる時の宮市、まあ、新生宮市よね、旧宮市と新生宮市の一番の違いって何？これ小中学生とかさ、まあ親御さんが今のうちから、あ宮市ってこう変わったんやって分かってもらえればさ、宮市にもっと興味持ってもらえるのも増えると思うよね。そう、この違いって何なの？一番の違いは練習量やね。練習量、俺らがやっぱ俺と兄貴もそうやけど
俺らの時はもう一日、例えばインターハイ前とか選抜前は合宿があって、うん、1日12時間とかやっぱ練習したし、うん、月1で休みがあるかないかぐらいだから、日本一の練習量やっとけば日本一になるやっていう、それはズッ先生のスタイルやから。そうやね。うん。まあ、それは俺もズッ先生について一生懸命やりたっちゃけど、やっぱ俺には自分が現役でやった経験があるから。うん、うん。だからより今は練習量を少なくして、質の高い練習をして、うん。うん。だから組織的練習を短くして、自分たちで練習できる時間を多く取ったっていう感じね、うんうん、とにかくもう高校生にもなったら自分の組手スタイルなんかもう出来上がっちゃうから、うん、一からスタートさせるんやったらやっぱ練習量は多くするやけど、やっぱ練習で一番意識しようのは主体性はやっぱ意識しようって、うん、組織的練習で教えるのはヒントであって、うんうん、それから自分で広げていくことが主体性、週1で休みがあるし、2ヶ月に一遍は週の中で2日休みある時もあるし。ああ、そうなんや。そうそうそう。長期休みもやっぱ長く取るし、うん、練習時間も基本的にはもう1日3時間、うん。土曜日の練習も午前中練習で午後はフリっていう感じで、もう短い練習で、少ない練習で、まあ強くなるけどが一番やっぱ変わったとこや。うん。そうやね。まあ、ズッシ監督の凄さっていうのも、正直ね、現役の時はさ、俺はもう練習もきちいしさ、うん、練習の内容もそのどこを強化しようとやってるのかとかっていうのも俺も高校の時いっぱいいっぱいで、自分でズッシ先生の意図を汲み取れんかったしとかもあって、うん、現役の時はね、正直その練習の仕方っていうのはまあいろいろ悩みながらやってたんやけど、まあいざ卒業してみるとね、やっぱズッ先生の凄さってめちゃくちゃわかるやん、うん、まあ、特に大変なんてさ、総監督で、まあ、監督としては自分が仕事を始めてこんな大変やったんやんって感じてると思うんやけど、うん、だからもちろんズッ先生のその指導スタイルとかズッ先生の考え方っていうのを否定する気は全くないし、今の大変のスタイルが正しいってまあ言い切れはせんと思うんやけど、うん、その両方知ってる上で見た感じでの感想を言うと、高校生の怪我がやっぱ俺らの時はねすげえ多かったと思うよね、うん、その疲労骨折したりとか、うん、まあ、腰がなんかな分離症になったりとか、うん、やっぱ一日の練習量が長い分体のケアをする時間もなかったし、うん、気持ちに体がついていかないっていうのも正直感じたこともあったし、うん、で大平がやる場合はまあどっちかというとそういうのはまあ減ってくると思うよね、うん、だからまあ怪我で試合に出れないとか、そのまあせっかくたくさん練習したのにそれを出す場がないとかっていうのはまあ効率よい練習にした方が俺はいいのかなって個人的には思うかな、うん、まあ中にはその俺らみたいにバーンって練習量で結果を残すために頑張ったっていうのを知ってた OB の先輩たちからすると、まあ、大変のその新しいやり方っていうのは、いや何を甘えたことしてんのかって感じる人もおるかもしれんと思うね、うん、それでだって結果出した人もおるわけ。大平がそのスタイルを宮市のスタイルとして確立するにはもう結果しかないと思うね、うん、それでこのインターハイ優勝っていう結果がバーンってもう早くに出たわけやから、うん、これを上昇高校として続けていければ、まあ、その大平の新しい考え方も OB の先輩とか、まあいろんな中学小学を教えてる道場の先生たちも認められてくると思うし、うん、うん、頑張ってほしいですね。特に、ありがとうございます。俺も母校やからさ、やっぱね、けど監督として一緒に生徒と戦うって面白いやろ。いやー、もうそれが一番のやりがいね、うん、すごい楽しい。絶対大変やとは思うよ。その仕事はさ、教員やってるわけやからさ、うん、正直高校の監督で、うん、監督だってよかったって思う瞬間なんて、うん、もう本当もう今回のインターハイ優勝した時もそうやったけど、うんうん、もう本当生徒がなんていうか活躍するまでは、うん、とにかく辛いことばっかりで、あ、そうよね、大変、もうとにかく俺は若いから、どうしてもこう、わからないことばっかりやからね。うん、
噛み合わないところもいっぱいあってやりきれないとか、まあ俺は特に兄ちゃんもこう分かっちゃう通りめちゃめちゃ俺はポジティブやからそうだね、そんなポジティブな俺でも、ネガティブになるような本当大変なことばっかやけど、なんというかね、さっき兄ちゃんが言ってくれたように生徒と一緒にこう成長できるし、生徒と一緒に喜んだりできるところがやっぱりやりがい。俺の一番の自慢はとにかく熱血。や今の時代こう熱血とかいうのはちょっとこう時代が古いとか言われがちやけど、俺はもうとにかくこう熱血にやりたい、やってよかったなって、まあ、思ったね。まあこれは俺の話やけど。いやめっちゃ大事やと思う。やっぱ熱がある先生のとこにしか熱がある生徒は寄ってこんと思うし、そして何より俺はこの優勝したっていう結果を見て、その太平の人柄もその優勝にめっちゃ関わってると思うよね。その太平がその何でも決めつけて上からバーンっていうような監督スタイルであれば多分この優勝ってなかったと思う。で俺もその同世代の俺らの同世代の、まあ、太平も知ってるような人たちとこう優勝したって話を話してても、太平の人柄のその誰にでもそのなんていうの話しやすいっていうか、上も下も隔たりなくバーンってできる性格やからこそ生徒たちも心を開いて、あ、先生が言うんやったらやってみようとか、先生がこうアドバイスするんやったら意識してみようっていうような気持ちにやっぱ絶対なった子もね多いと思うね。その指導スタイルは本当にね、まあそのこれから結果がついてきたらやっぱどんどんね花も伸びていくわけよ多分。そこはこだわってやってほしいなっていうのは俺は思う。でね、もう最後になるんやけど、まあ、その今回の宮市の活躍を見て、宮市って強えやんかっこいいやんと思った小中学生もね多いと思う。まあ、宮市に興味を持ってくれてる子とか親御さんもおると思うから、まあそのどういう生徒が宮市に合ってるかなとか、どういう生徒が進学をおすすめだなっていうのがあれば教えてください。とにかく、空手を一生懸命やる、と、心に決めた子がもちろん大事やったけど、やっぱり第一高校に入ってくるからには日本一を目指して頑張るってそう思ってる子がやっぱり一番、大事やし、あとは、第一高校の一番の、まあ、これは実先生の時からそうやっちゃけど、根本的にあるのは、空手で日本一、さっき言ったよね。と、空手で人を作るっていうのが目標やから、だから空手だけしに来るっていうのは、なんというかこう、的外れというかね、社会に出ても恥ずかしくない人材作りっていうのも、目標に入れてやるよっから、だから中にはやっぱ厳しいこともある。挨拶とか返事とか後始末とか服装とか言葉遣いとか、まあそういうこう当たり前のことを、あやふやにやってきた子はやっぱ第一高校来るとそういうとこもやっぱ厳しく指導するから、こっちから求めるものとしては空手で日本一になりたいっていうのと、人間的にも成長したいっていう人をメインで強くしていけたらなと思っているので、はい、よろしくお願いします。はい、いや本当ね、ズッ先生のまあもうそこはズッ先生のさ方針と変わってない部分じゃん。で俺も正直俺らの道場ってそんな上下関係が当時はなかったやん。だからもう本当先輩とかにもタメ語やったしさ、何々君みたいな感じだったやん。だから正直上下関係は宮市に入った時はすっげえ辛かったんよね俺は。でも卒業した後にいやマジで宮市で良かったなって思うことがめちゃくちゃたくさんあったし、ただこっちは普通にやってても礼儀正しいねとか挨拶素晴らしいねめっちゃ言われる、もう言葉遣いも敬語しっかり使えていいねってすげえ褒められるから、なんか宮市で当たり前やったことが大学に入って社会に出てすげえ役に立つと思うし、寮生が結構多いじゃん宮崎やから、県外生から来る子たちは寮に入るとか先輩と一緒の、まあ、空間にはなるけど、寮に入るって経験って俺は宮崎出身やったから寮入ってないけど、寮に入る経験ってめっちゃ大事やと思う俺はね。
ていうのが自分が一人暮らしをした時に思ったんやけどさ、うん、親の大切さがまず分かるとこってそこやん、うん、勝手に料理も出てこんし好きな食べ物とか出てこんし、うん、洗濯も自分で回さんかったらたまるし、うん、自分が当たり前に生きていってやることっていうのを自分でやらんといかん初経験が多分量やと思うね、うん、だからそこで自分のそのなんやろな人としての価値も上がると思うしね、あとはその先輩たちと一緒に同じご飯を食べるっていうのでさ仲間意識もつくと思うし、うんうん、まあちょっと宮崎って田舎やしね、その生きにくいっていうか、うん、まあ日本の端っこやからね、うん、俺がおる東京のど真ん中とは違うから、あそうだからまあけどねそういう寮に入ってやるっていうのはすげえなんやろな成長につながると思うしな、うんうん、そして何よりあれよね宮一ってどういうやっぱ高校の進学も大学の進学もさ人生に関わるじゃん、うん、今後のでまあ大学のさ進学もさ結構いいとこ行けるよ宮一って、そうやね、うん、俺もその、うん法政大学に入れたわけやし、法政って一応さ東京六大に入ってさ、うん、宮市自体の指定校推薦とかでもね結構すごい大学あるよね副大とかね、うんうん、いい大学に入れるきっかけにもなるし頑張ればね勉強も体も頑張れば、うん、高校を選ぶっていうのにあたってそのやっぱどういう高校かって知るのってすげえ大事やと思う、俺それ知らんかったから、うん、こういう方針で この高校はやってるっていうのでそれに対しても、まあ、毎年今年はちょっとコロナでできんかったかもしれんけど、うん、ジュニア合宿っていう形でその現役の生徒たちと、まあうん、海兵監督と1泊2日2泊3日だっけ2泊3日や2泊3日か2泊3日で小中学生を中心に高校に入って体験ができるっていうようなイベントをやってるしね、あのジュニア合宿今年やれてないと思うけど中学生とかが練習来たいとかっていう対応とかできる、うん、第一高校のインスタグラムがあるんですけど、うん、そのインスタグラムから、連絡してもらってもいいし、うん、あとはこの後兄貴に頼んで、うん、この下の概要欄に、うんメールアドレスを載っけておくのでメールアドレスで連絡してもらって日程調整をして、練習に来てくれてもいいし、とにかく、第一高校に一回練習来てみたいっていう子は一回練習に、全然参加してもいいので、とにかくこっちから日程調整をするから、それにまたこうやり取りをして、一人で来るのはしんどいって思うんだったら道場の子たちいっぱい連れて、道場の先生に言って、道場の先生と一緒に、来てくれてもいいから、とにかくインスタグラムやメールアドレス、あとはフェイスブック等を使って連絡してきてください。はい、わかりました。そのメールアドレスを俺のメールアドレスにしてみんなに購入でよかな。いやいや、ダメだ。ダメ。わかりました。今回宮市優勝したっていうのも含めて、大変なメールアドレスですよね。よろしくお願いします。はい。わかりました。いやけど俺も本当そう思うけど一回練習絶対行った方がいいよね、高校決めるって。いや行った方がいいね、うんうん、宮市だけじゃなくてそのどこの高校に行くにあたっても一回そのどういう雰囲気かとかって知るのって絶対大事だと思うから、うん、そのこういうイメージっていうので勝手に決めつけんで一回行ってみて自分の肌で感じて進学は決める方がいいと僕は思います。うん、はい、っていう感じで、まあ、速報でこんな感じでインタビューさせてもらったんですけど、なんか最後に言いたいこととかありますか？はい、これから、まあ、時代が変わるにつれて第一高校もどん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 進化していきます。やっぱどうしても第一高校を選ぶときに、まあ、いろんな噂が聞こえてくると思うんですよ。第一高校は、歴史が長い高校だからこそ長く積もった噂とかが流れてくると思うけど、第一高校も今新しくどんどん変わっていってるからこそ、さっき言ってみたいにそんな噂にとらわれてじゃあ俺らも第一高校に行かないっていうことはなくして、一度練習に来てみて練習の雰囲気を味わってみたり、今現場におる現役の高校生に話を聞いてみるっていうのが一番、やっぱりこうやって俺がこうやって説明するよりかは一番それが聞こえることだと思うし、だからこそとにかく一回練習に来てほしい。
っていうのと、すごいきつい練習をしてるっていうのがやっぱ宮市のイメージやろうけど、今はとにかく明るく楽しく、あとさっき言ったように主体性を高めた練習をしてるからこそ、体力を使うっていうよりかは頭を使う練習が多いから、すごい刺激が多い練習になっていると思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。まあ、またね、その冬コロナ次第ではあるけど、俺もその実家に帰省するときに、ぜひその宮市の練習風景とかを俺も実際体験させてもらって、 YouTube の企画としてね、あ、今こんな練習してんのやっていうのをね見たいんよ俺もね。だからまた冬らへんに潜入取材って形で行かせてもらえたらと思います。負けます。はい、その時に、はい、まあアディダスの道着も持っていくので、よかったら数着でも買ってください告知しておきます。はい、お願いしますはい、っていう感じで今日は、インターハイで男子団体組で優勝した、監督の花車太平監督に来ていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた宮崎第一高校に興味がある皆さんは、ぜひ概要欄にメールアドレスとインスタグラム貼り付けておくので連絡してください。では引き続き、またチャンネルの方もよろしくお願いします。バイバイ。バイバーイ。